池田正則は、江戸時代後期の備前岡山藩の家老、天城池岳、第九代当主。完成11年6月16日、備中国育坂藩の第五代藩主、池田正隆の三男として生まれる。父の生協は、岡山藩第五代藩主池田知政の所長詩で、第六代藩主、再生の実刑であるが、市藩育坂藩藩主正房が溶接し、 無形氏による海域を防ぐためその身代わりとなって、戦か池田家を相続した。つまり真っ佐の売りは、藩主なりの老いにあたる。文化八年、天城池田家第八代当主、正隆の婿養子となる。文化十四年、矢部正隆の死去により天城領三万国を相続。なお出雲と改める。文政三年十月、お塩木助となる。文政四年五月、おきがろうとなる。 文政7年11月、幕府より、備前小島市の開墾を称され、その責任者として、自腹を賜る。天保10年、昌平公出身の儒学者、鴨井熊山を招いて、寮内の学問所の教授とする。天保13年1月30日、岡山で、藩主、蔡里氏が軽視な気まま休止したため、2月、江戸に出府して、江戸判定の対応に当たる。 最佐氏の死去を伏せたまま、中津藩から吉政が養子として迎えられ、新藩主となった。高下二年没。家督は、長男の正明が相続した。墓所は、天城池け墓所。池田正則夫妻の墓。ありがとうございます。